北に300メートル抜けばそこは埼玉県。東京都北部ギリギリに位置する、見沼大親水公園駅からこんにちは。本日は日暮里、舎人ライナーに乗車します。なかなか難読な路線名です。舎人ライナー、じゃないですよ。日暮里、舎人ライナーは2008年にできた全長わずか 9.7 キロの路線。日暮里駅と見沼大親水公園駅を結ぶ、25分も乗らないうちに完結する路線です。13駅で終わります。初乗り運賃は170円。初乗りは、都営地下鉄よりも安いです。ですが、10キロないのに運賃の上がり方が激しいです。乗り通すと340円、IC 運賃でも335円かかります。東京フリー切符の対象路線に入っているので、有効活用しましょう。都営丸ごと切符でも乗れますよ。東京探索にぜひどうぞ。駅構造は未来の秘密基地みたいに入り組んでいます。エレベーター、階段、エスカレーターが所狭しと設けられています。こういう感じの構造ってなかなか見ないので、ちょっとワクワクしますね。ホームに上がってみました。豊洲とか有明とかで見た気がする雰囲気になってますね。例の鳥の路線とはまた違う発車チャイムやドア開閉音ですね。見送った車両はゆっくりと日暮里に向けて発車していきました。日暮里、舎人ライナーは新交通システムです。新交通システムって何ぞやと言いますと、道路法に基づいた、主に都市計画区域内の走行路を車両が走行するモノレールである。堅苦しく書きましたが、要は高架を走る都会のモノレールです。従来の道路を整備していくのにも限界があるので、すでにある道路の空間を再利用して設計されたのが新交通システムです。日暮里、舎人ライナーは奥橋通りにそう形で建てられました。ちょうど見沼大親水公園駅のところでこの通りは終わっているので、延伸は厳しそうです。ただでさえ赤字なので、走行しているうちにやってきましたね。あれは日暮里、舎人ライナー300系。16編成が在籍している多数派です。平成20年3月の開業に合わせて作られた、ステンレス製の車両です。乗り込みましょう。車内はロングシートと、転換できないクロスシートが混在しています。ま、オノドッスンのステージみたいな直角ボックスシートもあります。どの座席もそれなりにはふかふかですが、一番のおすすめは、ここです。車端部にある展望席。1編成に6席しかない特等席です。広い窓がある方の席に運転台が収納されているのですが、それが使われていない時に限って乗ることができます。基本使われておらず自動運転なので、席が使えないことの方が少ないですけどね。ただ、競争率は高いです。座った眺めはこんな感じ。なんかこの辺に変なゴミがありますが、それはそれとして許してください。にしても今日はいい天気ですね。絶好の全面展望日和です。ビデオカメラを置きまして、出発進行です。ちょわちょ、やっぱり手で押さえてた方がいいですね。
地元施設の案内もされますね。日暮里、舎人ライナーはバスこそ通っていれど、もともとは鉄道のない場所に建てられました。しかし、もともと鉄道のない場所に鉄道が建ったらどうなると思います?そりゃあ、建物がバンバン建って、不動産会社などがこぞってそれを売りに出しに行きますよね。すると沿線住民が増える、すると路線が混む。それもあって、全国で5番目くらいに混む路線になってしまいました。混雑に弱いシート配列や編成の短さなど、原因はいろいろありますが、とにかく混雑緩和のために増備して、朝は3分20秒間隔で来るまでになりました。しかし、それでも劇的な改善は見られませんでした。その上、車庫には17編成しか入らないのに20編成にまで増備してしまったのです。故に夜間は1編成が見沼大親水公園駅に、2編成が車庫内の試験走行用線路に誘致中。車庫は画面右側、下から登ってきている線路の地下部分にあります。とにかくこれ以上の増便も、6両化も厳しいため、オールロングシートの車両で既存車両の置き換えを図っているそうです。なお、既存車両は神経式の車両よりも重く、ロングシートに改造することはできません。そういうわけで、まだ15年も走ってない300系は置き換えの対象になっています。その300系を置き換えていく存在にはもう少し軟化すれば会えるでしょうか。そんな話をしているうちに舎人公園到着です。一面二線が基本のこの路線の中、舎人公園駅は唯一の二面三線構造です。なお、朝の遅い時間帯と深夜には車庫への送り込みを兼ねて、見沼大親水公園発、舎人公園行き、が複数本存在します。例えば見沼大親水公園駅では0時4分発を逃すと、あとは全部舎人公園行きです。なお逆に、日暮里駅発、舎人公園行きは存在しません。昔はあったらしいですけどね。次の駅名、なんだかややこしいですね。西新井大師の西にあるという意味で西新井大師西です。なお西新井大師西から西新井大師までは歩いて15分くらいです。ところで夜メロンが初めて日暮里、舎人ライナーに乗ったのは、西新井大師西駅に用があったからみたいです。ただ、間違えて一国田川の野外ケーキで降りたみたいです。そういう思い出が夜メロンにはあるらしいです。とてもどうでもいい思い出話でしたね。ただ、形はどうであれ、途中下車して思い出を作っておくと、旅が楽しくなります。これはどの路線でも言えることです。長距離路線になればなるほどなおさら、なお線路の下には高圧電流がバチバチ流れています。9、舎人線は、バキバキ電流です。展望席でなくとも側面車窓だけで、面白い体験ができます。ゆりかもめは臨海部を走るのですが、日暮里、舎人ライナーは下町を走ります。同じ新交通システムでも、こうして車窓を比較すると面白いですね。ゆりかもめって言っちゃいました。橋の上をまたいでいきましたね。地下鉄の路線は後から建設されるほどホームなどが地下深くになるのですが、この路線は地上ということもあって、あらゆるものをまたぐ感じになってますね。日暮里、舎人ライナーの最高時速は60キロ。ゆりかもめと同じです。一方同定速度は時速28キロ前後。秒速にすると毎秒 7.7 メートル前後です。並行しているバスは同定速度が時速15キロ弱なので、これでもバスよりは速いです。走行しているうちに、マリオカートみたいなカーブが見えました。なんでこんな形になってるかというと、首都高をドーンとまたいでいるからです。8分48秒付近でも述べたことが、はっきりと現れていますね。次の足立尾台は乗降客数が路線一少ないです。というのも、荒川と隅田川のちょうど間に駅がありまして、駅の近辺には大きめの商業施設があるといった程度です。もちろん住宅地も、7、8分ほど歩けばありますが、大きな川2本に挟まれているがゆえの立地などが原因かなと思われます。
車はこれから荒川を越えます。話題は変わりますが、荒川って荒川が接してないんですよね。あれは日暮里舎人ライナー330系ですね。300系を置き換える存在です。オールロングシート化などで定員数を増やし、混雑緩和を図ってます。現在の在籍数は3編成ですが、今後増えていくだろうと思われる車両です。東京都交通局が330系を手掛けた三菱重工にすでに追加で12編成を受注しているためです。数年後の日暮里舎人ライナーは300系より330系が多数派になってることでしょう。なんか忘れてる気がしますが、そのうち思い出すでしょう。さて、列車は隅田川を越え荒川区に入って、次の駅は熊野前。ここで初めて乗り換え路線が発生します。名称がちょっと黒歴史化している気がする。東京桜トラムに乗り換えられます。ちなみに東京桜トラムは都電荒川線のことです。なお熊野前では都営唯一無二の地上と高架の立体交差が味わえます。ちゃんと立体交差している様はなんとなく絵になります。そろそろ東京桜トラムが見えそうです。見えました見えました。ギリギリですが、とラムも映ってます。スカイツリーが遠くに見えてきましたね。見えないときは心の目で見てください。はい、日暮里舎人ライナーは一瞬だけ北区に入りますが、駅はそこにはありません。西日暮里という、ちょっと聞き馴染みのある駅名が聞こえてきました。ここ西日暮里では千代田線と山手線、京浜東北線に乗り換えられます。なお乗り換えで千代田線を先に行ったのは、JR 線よりも千代田線の方が先に西日暮里駅が開業したからです。千代田線側が1969年12月開業。国鉄 JR 側が1971年開業です。千代田線との乗り換えのために開業した、現状2番目に新しい山手線の駅です。もちろん当時まだ日暮里舎人ライナーは立ってません。2008年開業です。あ、やっとこさ、思い出しました。今左上に出してるスタイリッシュな車両の画像が、日暮里舎人ライナー320系です。330系よりも300系の後継って見た目をしていますが、所属は1編成のみ。330系と同じオールロングシートですが、ちょっと気になる点が、320系の方が後発なのにもかかわらず、定員は330系の方が勝ってます。なんかちょっとかわいそうですね。あ、西日暮里の乗降客数は路線内2番目に多く、1日約3万人です。次は終点の日暮里というところで、結構なカーブに遭遇。足立小田一近で見たカーブよりもかなり急ですが、もう少し行くともっとすごいカーブがあります。カーブしながら京成線や常磐線をまたいでいきます。今またいだ京成線には日暮里駅で乗り換えることができます。乗り換え路線は山手線、京浜東北線、常磐線、京成線です。京成線はスカイライナー含む全種別が止まりますが、JR 線は京浜東北線の快速ですら止まりません。常磐線の特別快速は止まりますが、なお特急日立は朝のごく一部の列車を除き、通過していきます。コンスタントにやってくる京成スカイライナーとは対照的ですね。まあ山手線で2駅行けば JR のターミナル、上野駅がありますからね。ところで速度が急に下がりましたが、その理由はもうすぐわかります。つり革などには、捕まっておきましょう。はい、日暮里直前に来て恐ろしく鋭角なカーブがやってきました。その半径、実に30メートル、まさに直角カーブです。おそらく9メートル級の車体長でなかったら曲がれていなかったでしょう。
曲がった先に駅があります。山手線等の駅と日暮里、舎人ライナーの駅がほぼ垂直になるような形でそこにあります。ところで、ホームドアの内側に何かついてますね。かなりの混雑の中、少しでも荷物を引きやすくするため、なのでしょうか。というわけで、日暮里に到着です。割と短い旅路でした。しかしこうしてみると、なんか壮大に見えますね。50年前の人が思い浮かべた未来の鉄道ってこんな感じなのでしょうか。雰囲気がゆりかもめ新橋駅とかなり違って見えるのも面白いです。というわけで、今回は5両しかないのに日本で5番目に混む路線でした。車窓、車両など、様々なところがゆりかもめとは異なるので、比較して乗ってみると面白いかもしれませんね。あ、日暮里、舎人ライナーは5両ですが、ゆりかもめは6両です。動画時間が16分半になっていたのちょっとびっくりしてます。18切符動画並みに長いですが、まさか1路線でここまで、とにかく。本日のご視聴、ありがとうございました。